伸びーですよ、伸びーってちょっとだけ風当ててみようか。晴れだ、今日は風が気持ちいいね。青い空だね、今日は晴れ。いい、ご機嫌なの。朝の7時でございます。おはようございます。実家に帰ってきて1ヶ月経とうとしてるんですけど、今日はちょっと少し前よりも少し慣れてきたので、その部分を撮っていきたいと思います。最近はボンボン7時に起きるようにしていて、さっき6時50… 今オンマが面倒を見てくれてで、6時50何分ぐらいに起きたので一回授乳して、で今トイレをしておむつ交換をしてるっていう感じです。たくさんしたね。すんごいしたい。ご苦労さん。おむつはムーニー、ナチュラルムーニー、なんかオーガニックコットンのやつがあったので、これをねパンパースの次に買って使ってます。なんだけどちょっと小さいっていうか、このお腹の幅が小さいからどうなんだろうって感じ。マッサージしますの。まゆげ、おめめ、ほっぺ、耳、耳、耳。あれ、またトイレするの。あなた、お食べるの。はい、おしまい。朝の運動でした。だいたい7時に起きて授乳するして、まだお腹空いてなさそうだったら朝日を浴びさせて朝だよっていう風に言って、でまあ授乳して朝のマッサージもして、マッサージって言ってもなんか体をちょっとふにゃふにゃふにゃって触るだけなんですけど、なんかこれを結構ルーティンにしてて、朝は7時に起きる、夜はまあ9時ぐらいにはもう寝てるんですけど、昨日もベッドに入った瞬間寝てくれて、授乳は2回9時ぐらいから、1時ぐらいまで寝て、1時から3時だったっけな、3時4時ぐらいで7時っていう感じで、すごいしっかり寝てくれて、こんなにスムーズに寝たのが初めてだったので、ちょっとびっくりしてます。私もまあ、寝トレまでいかないんですけど、朝と夜の区別をちょっと早いうちから学ばせようというか、分かってもらおうと思ってやってたら結構分かってるっぽいから、すごいです、嬉しい。で、寝室ではこのバルミューダのランプを使ってるんですけど、これが結構良くて、一番マックスにすると明るいんですけど、暖色のこのぐらいにして床に置いといて光がいい感じです。あとはこのおもちゃなんですけど、こういう風に光るんですね。で、音も流れて、で、夜中に授乳とかで起きた時にこの明かりをボンボンのそばに置いとくと覚醒もしないし、音でちょっと癒されるのか、あんまり泣かないのでおすすめです、これ。あとこのガーゼがめっちゃ良くて、これ伊勢丹で買ったんですけど、このシリーズなのかな、赤ちゃんの白っていう、このメーカーがブランドの肌着ロンパースみたいなやつなんですけど、この生地と同じこのガーゼがあって、これがすっごいふわふわで気持ちくて、履き戻しとかすると思うんですけど、これで拭いてあげたり首に巻いてあげたりすると、履き戻しの時にお洋服が汚れなくてすごいいいです。で、柔らかいからめっちゃいい、おすすめ。あとお尻拭きなんですけど、冬になったら寒いと思うので、いつもこの布団の中にこうやって入れてからちょっと温めてます。めっちゃあったかいっていうわけじゃないんですけど、ぬるい感じになるのでちょうどいいかなって感じで、お尻拭きウォーマーみたいなやつも検討したんですけど、なんかだいたいこれがついてると使えないみたいなものが多いので、このコストコで買ったこのお尻拭きは微妙かもしれない。これがダメなので使えないから、私は買っちゃったので、こういう風に布団の中に入れてからあったかくしてます。それか、なんか北海道を貼って温めてるっていう人もいました。なんかいろいろ記事を見たら、今日の朝ごはんもう毎日食べてる卵オープンサンド、ほぼ毎日食べてるミヨック、ブロッコリーとちょっとしたおかずです。いただきます。ほぼ母乳なんですけど、2時とか3時の授乳ではもうお腹が空いてるので、
朝結構しっかり食べてます、いつも。でも昨日の夜めっちゃ早かったの、夜ご飯4時ぐらいに食べて、で朝ごはんはだいたい8時ぐらいに食べてます。でも一向に痩せないっていういつにも増してわかめが多い、うん、マジで感動した。昨日の夜中9時前にリビングにいて、寝る気配ないよねっていう風に大間と話してたんですけど、あっちに、まあ、とりあえず寝室に連れてくっていう感じで連れてって、でスリーパー着せて横に置いた瞬間になんかスーッと寝始めて、まあちょっとトントンしたけど、えー、みたいな、速攻で寝たっていう感じ。ちょっとぐずったんですけど、その後普通にすぐ寝たから、やっぱ夜って分かってるのかもしれないと思って、すごいよね、うん、とってもご機嫌に寝てます。バンバーン、こんなに1ヶ月間一度もメイクをしないっていうのが初めてだから、今度メイクするときうまくできるのかなって思う。なんかめちゃくちゃ肌荒れはしてないと思うんですけど、でも顎になんかプチプチの白いニキビというか小さいニキビがなんかできてて、今のところ顎が一番荒れてます。食べ物なのかな。ほっぺとかはあんまりニキビはない。おでこもここに1個あるんですけど、それが大丈夫で、とにかく顎が荒れてるっていう感じですね。朝はあのルーティーンがあるんですけど、昼とかは何にもなくって、本当にただただゆっくり過ごすっていう感じで、最近ちょっとあのお仕事も再開してるので、なんか昼間は撮影できるときにちょっとオマにボンボン見てもらって撮影もしてるっていう感じです。4週間経ったんですけど、特に変わったっていうのがなくて、ボンボンの気分に合わせて行動してるっていう感じ。お腹が空いたら授乳して、眠たそうだったら抱っこして、でも基本的に大体抱っこしてるかも。本当に3週間過ぎたぐらいから昼間全然寝なくなって、でもうほぼ抱っこしてました。抱っこだけで1日終わったというか、抱っこだけで本当夕方になってるみたいな感じ。1ヶ月検診終わって何もなかったら、あのお散歩行けるから、その朝のルーティンにプラスお散歩とかも入れたいなっていうふうには思ってるんですけど、やっぱまだお外に出れないので毎日同じ生活してます。自分もさ、こんなにお家にずっといることがないから新鮮だし、まあ楽しいっちゃ楽しいんですけど、そろそろ活発に動きたいなっていう感じはあります。はい、今日はですね、ちょっと撮影があって、この撮影をしてるんですけど、これ韓国のブランドでオジェクデュアルバブルトクトクマスクっていう、オジェクっていうところのパックなんですけど、これめっちゃ良くて超もちもちになるからおすすめ、いいなと思ってお仕事の話をいただいたので、ぜひ紹介したいなと思って撮影します。ボンボンが寝てる間に弟とオンマと3人で辛ラーメンを食べます。オンマが作ったお皿です。オンマはうちの食器も全部オンマのやつだし、ここも全部これだから、なんかもう当たり前すぎて、なんかすごい辛そうに見えないんだけど、卵入れた？うん、美味しい、うん、味付け足した？た、なんだと思う？何？醤油？うん、ごま油とお酢。すごい。すごい。え、自分で考えたの？うん。え、すごくない？いや、もう冷麺ですよ、冷麺的な辛ラーメン。え、ただ味付けが控えめに入れたんだけど、美味しい、美味しい。ごま油とお酢入れたら美味しくなるらしい。どのぐらい？パーぐらい。うん、適当。あんまが作ったきゅうりと玉ねぎのミンチ。米入れる？あ、米入れたらいいじゃん。入れ上にチーズやって、禁断のアレンジやっちゃう。禁断なの？禁断のデブ食です。辛ラーメンリゾットいただきます。めっちゃ食べんじゃん自分、ちょっとだけ食べるって言っちゃって。美味しいんだね。うん、美味しい。危険なうまさだよ、うん、いや、これは食べちゃいます。どうしたの？どうしたの？抱っこがいいんでしょ？最近は本当に抱っこしたら泣き止むんですけど、ちょっと置いたらすぐ泣くっていう感じ。抱っこが好きなんだよね。今からお風呂に入れます。
で今からミルク飲ませるんですけど、今これを飲ませてます。ハッピーベイビーオーガニックっていうアイハーブで買ったやつです。おまが作ってくれます。中身こんな感じ。ワンスクープで60ミリで、ボンボンはだいたい多分100ぐらい、100飲まない、飲むか飲まないかぐらいなので、いつも120作ってからあげてます。ベビーバスはこのミキハウスのやつ。お洋服も着替えてさっぱりです。ミルクを飲みます。ほぼカンボなんですけど、1日に1回だけミルクをあげてます。もうすぐ来るからね。もうすぐ来る、もうすぐ来る、もうすぐ来る。撮影してる時に、まあ、ゴリ君に預けたり、まあ、オマに見てもらったりする時に、ミルクを飲まなくなるのが嫌なので、1日1回だけミルクをあげてます。で、さっき見せたアイハーブで買ったやつは、なんか敏感肌用っていうのがあって、その敏感肌用を買ってるんですけど、その敏感肌用はなんかお腹が消化が完全にしっかりできない状態の赤ちゃんのために、なんかお腹に優しいタイプが敏感肌用らしい。で、難点が粉が結構ちゃんと熱いお湯でしかしっかり溶けないから、なんか出先とか持ってって、なんか水筒に入れたお湯がちょっとぬるかったりするとしっかり溶けない可能性があるから、そこがちょっと微妙だなって感じ。でもそれはレビューにも書いてありました、粉が溶けづらいってね。サインでもらったミルクがあったんですけど、なんかそれいろいろ見てみたら結構便秘になりやすいものだったらしくて、でそれ飲ませた時本当に便秘っぽくて、うんちが硬いっぽい感じ、って思ってて、でこのオーガニックのに変えてからは硬い縁は全く出てなくて、ボンボンに合ってるんだなっていう感じです。だからミルクも多分合う合わないがあると思うから、このオーガニックのやつに出会えてよかったなって感じ。実は今日、いとこのお姉ちゃんとおばさんとめいっ子がお家に遊びに来て、ボンボンに会いに来てくれたので、ちょっと夜はみんなで時間を楽しく過ごしました。で、今もう8時半なんですけど、いつも9時にはボンボンを寝かしつけてるので、このまま寝たいと思います。私は、お風呂に入ってきました。スキンケアも終わってる状態です。寝かしつけます。こんな感じで9時にはもう寝かしつけてます。最近は結構すぐ寝てくれるんですけど、ちょっと崩る時もあります。はい、って感じで4週間目慣れてきたかなって思う夜を撮ってみました。泣いてますね。まあ本当に絵代わりがなくて、ちょっと楽しい動画になってるかわからないんですけど、こんな感じで過ごしております。でもう少ししたらもう家に帰るので、ちょっとその家に帰ってからの Vlog も撮れたらなって思ってるので、そちらを楽しみにしていただけると嬉しいです。って感じで、この動画が楽しかったり、また私の Vlog 見てみたいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。からーん、あんにゃー。ちょっと早くボンボンのところに行きたいと思います。